静かなる防衛の時間です。今日は F-35 ステルス戦闘機に見られる困難な問題は今後対応できる問題なのかについて話していきます。 F-35 のタイプとしては ABC とあり、 A 空軍用、 B はストブル機として短距離離陸、垂直着陸ができる特殊な機体となっています。 C 海兵隊用に作られた F-35 になります。C は羽が折りたたむタイプで、ミニ地球原子力空母などで使用される機体となります。 F-35 まあタイプはこれぐらいにして、問題点がやはりまだまだ解決されていません。まず一つ、 F-35B と C は制御が困難になるシステム障害があります。まあ、ドッグファイトをしている最中、機首が上下に勝手に動くようなシステムトラブルが発生します。これはソフトウェアの修正で改善できる問題ですが、まだまだこれからでしょう。早く治らないとね。でもう一つが、 B と C、 また B と C ですが、マッハを超える速度で飛ぶと アフターバーナー使用時にエンジンを冷却する必要が出てくるということです。マッハ 1.3 で50秒いったとすると、約3分の冷却時間が必要になってきます。今後こういう、やはりドッグファイト時にアフターバーナーをつけることってあるんですよね。で3分冷やすなんてできない、有事の際に。そこが改善の余地ありでしょう。それにステルス塗料が剥がれるという問題も起きてきます。高価な塗料ですから、やはりみんな必要最小限の飛行を行う パイロットもいろいろと考慮しながら訓練をしないといけない。
次に F35B ですが、高温の温度の時に垂直着陸をする際、十分な電力を賄えない問題もあります。供給できない。一番の問題はソフトウェアで、そのソフトウェアを書き換えれば問題も解決する予定です。しかしなかなか高温の条件下でそのソフトウェアがしっかり動作してくれる電子機器にも不具合が起こる可能性もあります。問題なのは高温。しかし高温な場所で任務をする可能性の方が高い。そこまで考えてする必要があるでしょう。もう一つが F35A、急激な温度変化にバッテリーが支障をきたす。バッテリーがついていかない。やはり地上と空とでは温度は全然全く違ってくるんですよね。で、五渓谷などバッテリー絡みのエラーがたびたび出てくるというのもあります。しかしこれもソフトウェアやはり電子機器の塊の F35 ソフトウェアに大きな課題が残ると。今後ソフトウェア開発で大きく F35 の能力が変わってくるでしょう。しかももしかするとアップデートすると F35 の機体がより進化を遂げるかもしれません。それだけソフトウェアは大事になってきます。でもソフトウェアが一番ネックになる部分だと私は感じています。今日のご視聴ありがとうございました。